プリンス・オブ・ソンクラー大学は1967年に設立されたタイ王国南部において最も古い歴史を持つ国立大学である。タイにおける旧研究大学に指定されている。現在5つのキャンパスに39の学部とカレッジ、研究所、4つの病院、40以上の研究センターと多数の研究施設がある。メインキャンパスは ソンクラー・ケンハート・ヤイシュガイにあり、その他パッターニー、プーケット、スラタニ、トランにキャンパスがあり、タイ南部の地域社会における責任を果たすべく、学術活動、社会サービスを行っている。ソンクラー・ナカリン王子1962年タイ、政府は南部開発委員会を設置。タイ南部開発計画に基づき、タイ南部に大学を開設することを決定した。大学の設置は、 パッターニー県の宴会部、ノンチックと決定したが、政権交代などの理由から1963年度の予算が得られず中止となった。引き続き南部開発委員会は、その代表に、時のタナット外務大臣を任命し、調査が続けられ、1964年タナット市を代表とする大学設置委員会が設置。メインキャンパスをパッターニーの県庁所在地、 ムアンパッターニーの宴会部、ルーサミレートすることを政府に申請し、内閣により承認された。また、同時に南部地域に分散して、キャンパスを設置することが決定された。その時点では、南大学という歌唱のままで、名称は正式に決定されていない。1966年、工学部、理学部がパッターニー地区で着工。医療科学大学が、 マヒドン大学の運営により現在のハートヤイキャンパス、薬学部の場所で着工した。1967年5月、工学部竣工。しかしすぐに問題が表出した。パッターニー地区は、沿海部の湿地帯で軟弱地盤のため、重量のある実験機器が設置できない。また、高温多湿で潮風が強い立地のため、精密な理工学の実験機器の劣化が著しく、 教育、研究が行えないことが判明したため、早急内転が計画された。調査の結果、ソンクラー県、ハートヤイニエルエル、スラナリ市が2.8平方キロの敷地を寄贈し、建設が進められることになった。9月22日、大学名が国王ラーマ旧姓の命名により正式に決定。この9月22日が、ソンクラー中林記念日となっている。 同年10月、最初の学生として工学部の学生50人が入学。しかし臨時キャンパスとしてバンコクで学んでいた。1968年、大学設置委員会は、入校系大学から総合大学への拡張を決定。1968年4月、パッターニー地区で工学部完成するも、ハート屋への移転が決定していたため、 その後にから4年目の入学生は、ロンドン中心部に移動し、勉学に励んでいる。1969年教育学部、1970年理学部が、パッターニーキャンパスに開設。1972年、ハートヤイキャンパスに、工学部、理学部校舎が完成し、両学部学生が移動した。その後、医学部、看護学部、人文社会科学部などが開設され、 1976年、プーケットキャンパス開設。1977年、スラタニキャンパス開設。2005年、トランキャンパス開設を経て、現在39の教育、研究機関、付属中、高校、付属小学校、付属幼稚園を備える体、南部最大の総合大学となっている。大学名は、当時の国王ラーマ9世に命名を願い出たところ、医学者であり、 タイの医療の父とも呼ばれる父、マヒタラーティベートアドゥンライアデートウイクロム、プラボーロムラーチャチャノック大女王、官職名ソンクラーナカリン王子を称え、敬意を表して、ソンクラー王子大学という名前を大学に与えた。ありがとうございます。